これより逆転裁判特別法廷2008オーケストラコンサート第1部を開廷します。準備はよろしいですかな。弁護側準備完了しています。検察側元より。それではこの法廷に対する意気込みなどあればどうぞ。この時を待っていました。オーケストラの指揮はぜひこの僕がこの指先一つで。異議あり。なんだその無様に突き出した人差し指は。指揮ならばこの程度がおしゃれというもの。そして何より大事なのは曲の最後を締めくくるこの一礼。貴様にできるか。ぐはー。それでは記念すべき最初の曲をお願いしましょう。いやはや想像以上に素晴らしいものですな。オーケストラというものは。なんか胸が熱くなりました。なあ、三剣。万年筆を落としたようだ。私に構わず先を続けていただきたい。涙もろいやつ。さて、最初の逆転裁判が発売されたのが2001年のこと。もう7年も経つのですね。我々のデビューはこのゲームボーイアドバンスだった。私は今でも尻ポケットに入れて持ち歩いているのだが。だからその取り扱いは違法なんだけどな。当時一体誰がオーケストラのサウンドを予想しただろうか。さらにドラマティックな法廷になっていたかもしれません。ティックときたか。判決に勢いがつくと言いますか、のっけから有罪みたいな。いきなり。いやいやいや、勢いで有罪判決は困ります。まあ別に私は無罪でも構いませんが。じゃあそっちでお願いします。次は我々の思い出を振り返ってみるとしようか。思い出は今ドラマティックによみがえる。それでは聞いていただきましょうか。やはり耳にするたびに胸が熱くなる。ゲームボーイアドバンスを握りしめる手が震えたことを思い出すな。私もあの頃の美しい思い出が 2,3 よみがえりました。大半は忘れてしまいましたが。あの美しい思い出はいいとして、なんでその次の曲があれなんだ。何を言う。あの賑やかな調べこそは貴様のテーマ曲だったではないか。それ偽物だよ。それでは弁護側のテーマ曲がさらりと流れたところで、次は我々検察側の調べをじっくりお届けしたい。おお、待っておりました。それはぜひ聞かせていただきたいですな。待った。僕のテーマはこうです。チャン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 パラパッパッパラパッパ。それでは聞いていただきましょうか。改めて聞くと、なんと勇ましく、そして激しくも美しいその調べ。内に秘めた燃える闘志が熱く胸を打つかのような。胸を打つついでに悪を打つのような、懐の深さを感じさせるリズム。押し潰されそうな悲しみを瞳の奥に移して、かすかな優しさをその唇にたたえているかのような。悲しみを押し潰すついでに悪を踏み潰すのような、大胆不敵なメロディ。いかがですかな。踏み潰される側の立場としては。もういいです。さて本法廷はここで一度10分間の休憩を取らせていただきます。
気高く勇壮な音の洪水に少々胸の鼓動が高鳴っている。一度落ち着く時間を持つのも悪くないかもしれぬ。皆さんには適当に暇を潰していただきましょうか。暇を潰すついでにその辺に転がっている悪を2、3潰しておくことをお勧めしたい。休憩中その辺をうろうろしないようにします。それでは休憩に入ります。それではこれより第二部を開廷します。弁護側準備完了しています。 OK Let's rock。今の調べまさに異端長ですな。超地球規模で的を外した感想だね。我流検事、今日の法廷は音楽で決着をつけようじゃないですか。ほう、音楽でこの僕に勝てるとでも。お互いに好きな曲をぶつけて会場の皆さんに判決を下してもらうんです。なるほど。では弁護人、楽曲の提示をお願いします。弁護側は逆転裁判4法廷組曲、スリルに逆転のスパイスを振りかけてフルコースで召し上がれ。じゃあ検察側は圧巻メドレー、法廷を鮮やかに彩ったピカロたち、その涙を隠し味にしたカクテルで乾杯といこうか。チアーズ。なんというかある種歌合戦のノリになってきましたね。直旗の赤で赤組とレザージャケットの紫組、赤紫歌合戦。ピンときません。じゃあ無罪の白で白組と有罪の黒組、白黒歌合戦。 OK、 今日この場で白黒はっきりさせようか。それでは2曲続けて聴いていただきましょう。新しく生まれ変わった法廷の調べ、まさに若返る思いですな。俺の前髪も反り返る思いです。ところで実は検察側は今日この法廷のために証人を呼んでいるんだ。証人？あのボルジニア共和国から歌姫をね。音の絵の具の風景画家。待った！まさかそれってあの問題作ですか？異議あり！問題作って言うな！僕とラミロワさんで一生懸命作ったんだ！私も大好きですよ、ラミロワさんのあの名曲。オーケストラで楽しむことができるのですか？もちろんだよ。それでは今週の第1位、恋するギターのセレナード。趣旨が変わってきたぞ。それではよろしくお願いいたします。この席に座って早7年、若者たちの胸のすくような活躍をここから見守ってきました。今日オーケストラの奏でる素晴らしい音楽にあの頃の彼らの姿が鮮やかによみがえってきました。きっと皆さんも同じ気持ちを味わっていただけたのではないでしょうか。名残はつきませんが、本日の特別法廷、これで全ての審理は終了しました。それではこれにて閉廷します。私はもう少しこのまま心洗われる余韻に浸らせていただきましょう。
拍手が。裁判長、この特別法廷まだ終わらぬ。終わることはできない。夢でしたか。アンコールの拍手が全く起こらない夢を見ていました。かなり嫌な夢ですね。それで三剣検事、どうかしましたかの。私は、いや、我々はまだあの曲を聴いていないではないか。あの曲？その、私としては全国のちびっ子のためを思って、決してその、まあ、私自身は別に特にあれなわけだ。三剣、噂は本当だったのか。なるほど。どうやらもう一人の戦士を忘れていたようです。それでは最後にもう一盛り上がり行ってみましょうか。皆さん準備はよろしいですね。さあ、いかがですかな、三剣検事。これで満足していただけましたか。まあ私としては、そもそも式というものはこれぐらいがおしゃれというものであって。異議あり。あの、そういえばもう一つ大事なことを忘れていませんか。おや、何ですかな。いやいやいや、いるじゃないですか、戦士ならもう一人。皆さんの目の前に。貴様のテーマ曲ならもうすでに聞いたはずだが。だからそれは偽物だ。僕のテーマ曲はチャン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 。それでは本日は長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。皆さん、またどこかでお会いしましょう。次の公演はアメリカあたりがいいね。その時こそはこの私の一礼で締めたいものだ。待った。あの、最後にちょっと一言いいですか。あ、いたんですか。どうやら今回も聞くようだな、あの一言。俺、発声練習してきました。いきますよ、なるほどさん。オーケー、せっかくだ、会場のみんなも一緒にどうかな。やはり最後はこれですな。それでは行きますぞ。